はい、始まりました。エクスプロイニャー、今回も放送作家友のうわありがとうございます秀俊さんです。よろしくお願いします。創刊バトル面の放送作家させていただきます。お願いします。よろしくお願いいたします。友さん、サムライ TV のね、はい、作家にこうなろうと思った、まあ、プロレス好きなのは分かるけど、はい、きっかけはどういう感じの。プロレスが大好き、はい、選手になりたかったけど、うん、まあ、なれなかったりして、うん、まあ、でも三沢さんのことずっとご一緒させていただいて、うん、三沢さんにいろいろ相談もしてた時に、うんうんうん、結局レスラーになれませんでしたっていうような、うん、挫折感をずっともろに出してた時に、うん、三沢さんがその、まあ、自分の好きなことに携わることをやっていけばいいじゃないかっていうことをおっしゃってくださって、うん、僕作家もやってるから、あ、そうだ、作家でそのプロレスの番組を作れたらいいかなと思って、うんうん、入り込んでみようみたいな意識が湧いてきて、はいはい、誰にやるの、プロデューサーの方にやってたけど、はい、ちょっとダメだったんでしょ。そうです、偉いさんの方に見つけて、うん、あ、顔見たら企画書、うん、いつもカバンに入れてたもんですから、うん、これも最高の面白いネタ考えてきました、はい、って感じで私に言ってたんですけど、まあ、あーってこう置かれて置いてると思いながら、うん、でもそういうのは何回もあって、うん、で今度ちょっとお菓子作戦みたいなケーキ買って言って、うん、これうまくてとっても美味しいんです食べてくださいみたいな、うん、それ持って帰ってとかって言われる中、うん、それでもう何度もそういうのをやって、今日でダメだったらもう諦めようみたいな感じでこう私に言って、うん、で渡して、そこからもう半年経って1年経ってずっとも連絡もないダメだと、はい、うん、でももうずっと諦めた時にこう毎日こう心の中で三沢さんとお話しするんですけども、うん、その中で三沢さん、そういえば僕あれ作家になりたいってお話ししたことあると思うんですけど僕ダメでした、すみませんみたいな感じを勝手に一人で一方通行の会話して、うんうん、で寝て起きたら次の日にそのプロデューサーさんから電話かかってきまして、ちょっと作家一人探してるんだけど入らないかっていう連絡いただいたんです。いい話じゃないの。そういうちょっと不思議な話があるんです。その話もっと早くしないと。いや、そうそうそう。それ。そこをね、なんかこう抜けちゃうんです。カメラもあると。抜けちゃうね。真っ白なんですよ。言われたことを、まあ、できたね。いや、そうなんです。だからもう、一個も手抜けないし、もう1日も2日も徹夜して、一生懸命その資料の方を見て、はい、本当に食いついてますね、今。必死で。ね、それ食い継ぐついでに俺の、はい、企画もちゃんともっと、はい、あ、秋山さんの、はい、はい、お願いします。今秋山さんの DDT という団体に、ね、はい、いらっしゃるんで、その DDT さんのネタから、はい、秋山さんにつながるようなお願いします、はい、考えていきたいと思いますんで、はい、いろいろね、はい、三沢さんとさ、はい、飲み行ったりもずっとしてたじゃない。まだその時ネットとかないから、うん、三沢さんのプロレス雑誌のスケジュール全部書いて、うん、今日ここにいるここにいるっていうのを調べて、そこに合わせて行くんですよ。で、わざと三沢さんを押しに行くというね。三沢さんっていう感じで、うん、はい、で三沢さんがと飲み行って帰りとかなんかこう、ね、そうなんですよ、もう試合終わってからですから、うん、夜遅くですし ね、だいたいもう0時超えてますから、うん、テーブルの下からですね、こうコンコンってこう叩かれるんですね、足を、うん、で、なんか足が当たったんだと思って、うん、どうもすいませんみたいな話すると、うん、三沢さん顔でこうやってやるので、うん、下見たらこう一万円札をこう小さく4つに折って、これで帰んなさいと、はい、先輩とかだったら後輩にこうこれで帰れとか言うじゃないですか、ね、お笑いの世界とかでもよく出してやるぞっていうのはなくね。そうそう、だから僕みたいなのも気遣ってくれて、上下関係をなしにしてくれて、これで帰んなさいねとか、かっこいいですね。お年玉とかそのクリスマス前になるとこうクリスマスでこれ食べなさいとか、お年玉の分ねというので、まあ、小さく折ってくれるんです、いただいてて、でそのお金でそのホテル行ってなんでやねんって、だからそれを本当三沢さんに言えなくて、うん、言えなくてって言えないわ、それは絶対に、うん、いい話がダメだね、いやいや、だからその恩を返したいとずっと思ってて、その三沢さん何かさせてくださいというふうなことは龍さんとかお伝えしてて、いろいろってその三沢さんの意識をやるときに、うん、ノアで龍さんに言われたんですけど、ともろくん三沢社長に恩返してないだろまだって言われて、うんうん、お前英会話教室で通ってるらしいなって、三沢さんの絵描いてメモリアル T シャツ作れよって言ってくださったんですよ。そこで英会話教室って言わなかった今。僕英会話教室行ってたんです。え？英会話教室？英会話教室？会話教室？あ、すいません。
俺英会話で言いました。英会話、あ、英会話教室で言って言って、なんで絵を描くのかなの。カメラ回ると英会話教室と絵画教室が変わるんです。わかりました。で、絵描いたん。いや、絵描きました、絵描きました。はい、いつその絵描いたの。いや、絵描きました。絵画教室で先生に指導してもらったやつをこう描いて、うん、で、三沢さんの絵をバッチリ描いたっす、うん、それをリュウさんに渡して、うん、で、じゃあ俺今から奥様に届けてくるから、うん、で、奥様のところに行ってくださって、うん、で、奥様のダメ出しをいただいて、うん、こういう絵を描いてくださいってイメージをいただいたんです、うんうん、で、その絵が、あの、バキとか描いてる漫画家さんの方が三沢さんを描いた絵があるんですよ、はい、で、本物の、ね、漫画家の絵のめちゃくちゃ怒って、うん、鬼みたいな顔の三沢さんだったんで、うん、これはもう僕描けないわと思って腰くらいいっちゃって、うん、ああもうダメだって言って、うん、で、リュウさんにお電話して、うん、なんかプロの方の絵じゃないですか。いや僕無理ですわって言って、うん、あのすいませんちょっと考えさせてくださいって言って電話切って、うん、でその日家帰ってダメですわって言って、あの寝て、三沢さんダメですわって言ったんですよ、うん、またその時も喋って、うん、で寝てパッと起きたら今書いてみたらっていう感じが出たんですよ、うんうんうん、はいって言って感じでこうやったら、うん、スラスラスラって勝手に書けたんですよ三沢さんの絵が、うんうん、これ僕のタッチじゃないんですよ、うん、本当に今までの、うんうん、でできたと思ってすぐリュウさんのところでお電話して、うん、さんあの今不思議なんですけど、うん、三沢さんとお話しして書きましたって言ったら、うん、何じゃあ奥様に持っていくからって言ったら奥様も OK していただいて、うん、三沢さんのメモリアル T シャツっていうのを販売させていただいたことあります。あ、本当。はい、それは嬉しかったですね。一番嬉しかったですね。じゃあ俺も知ってんやん、その絵ね。いや、はい、そうです。ええ、うわ、本当。秋山さん T シャツの隣で売らせてもらってました、ね、あ、本当。はい、そのなんでそんな話もっと早めにしてんやん。すいません、あのカメラ回ると飛ぶんですよ、だから、うん、どっかテロップで流しておいて。わかりました。ずっと流しておいて、この辺に出てたんですか、もうとっくに、はい、ずっとこんなのに出てる、うん、いや、もうあれだ、あ、次、次、あの、サムライ TV の暴露で、サムライ TV を、サムライを、今払ってる、あの、サムライ TV を晒すって、それですぐクビになるという。ちょっとやめてください。いや、クビは、その、うん、うん、こんな感じで。はい、今回も。あ、よろしくお願いします。いや、お願いします。もう終わりです。あ、終わり。あ、すいません。さっき始まりましたから。すいません。はい。2回、あの、はい、はい、今回も、友野さんに来ていただきました。それでは、またエクスプロイにゃー。出て行かれたと思って、で急にこう寂しくなって。